1953年、平津勝根次郎11月9日から1974年4月4日は、日本の実業家、政治家、北洋漁業の先駆者として知られる、第六代運輸大臣、北海道選出の大義士として、初めて入閣した、平津勝根次郎像北海道函館生まれ、安土桃山時代の武将平津片目の末裔。 中野次郎が設立した札幌る清子学校でロシア語を学んだ。北洋の漁場開発を志し、カムチャツカ半島に渡って酒マスの漁場調査を行った。1905年、ポーツマス条約によって、ロシア領沿岸での漁業権を獲得。堤清六と共に、新潟市に堤商会を設立し、ロシア領海内で創業を開始。 カムチャツカ半島沿岸に工場を建設し、サケマス缶詰の輸出にも成功した。1921年に広漁業の常務となり、同社及び太平洋漁業、千島水産などで社長を歴任、北洋漁業の派遣を主中に収めた。第二次世界大戦の敗戦により、広漁業は海外資産のすべてを失った。1946年、 第22回衆議院議員総選挙で日本自由党から衆議院議員北海道第一区に出馬し初当選。河野一郎と行動を共にし、第一次吉田内閣で運輸大臣を務めたが、翌1947年 GHQ により公職追放処分を受けた。追放解除後、広漁業社長に再度就任。 1955年の第27回衆議院議員総選挙に北海道3区から日本民主党公認で立候補し、当選、政界にも復帰した。1958年には大日本水産会会長を務め、日ソ協会副会長として、ソビエト連邦と日ソ漁業交渉、日中漁業協会会長として中華、人民共和国と日中漁業交渉に当たった。 ありがとうございます。